本当に自分の人生が全部変わりました。昔の吉江さん良かったなってずっと思ってる。ただバトルしてるやつがそんなに稼げんにゃっていうような家族について聞きたいんだけど、はい、奥さんはね、ふーちゃん、はい、今もすごい踊ってんの？ふーちゃんは今も踊ってます。教えたりもしてるの？今は自分で地元の子供に教えてます。やっぱ子供好きなの。まだやり始めて2年ぐらいなんですけど、なんかだん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 人増えてきて、いろんなところで人柄で。なるほど。まあ人柄はもう素晴らしいもんね。最高の人柄持ってるんで。ほんまになんか太陽のような。だいぶ助けられてます。これに吸い寄せられてね。はい、パワーがもう半端ないから、あの満面の笑顔で、はい、みんなおいでーってやられたら、そりゃもう行くわな、はい、ちなみに子供はダンスやってるの？プーの、そのクラスに行ってます。あ、ダンス好きなの？まあまあ好きやと思います。へー。プーはヒップホップとかのフリースタイルみたいに教えてるんですけど、それはすごい好きみたいですね。あとポップとロボットダンス、子供の時から勝手にやってるんで。でもそれお父さんの見てやってるの？はい、家でたまにバトルしようとか。なるほど。そういうのはありますけど。なるほど。基本的には僕はあんま教えてはないんですけど、なんかこんな自分でなんかこんなやってでもアッキーも家でこんなやってるんやろ？もうめちゃくちゃやってます。やってるやん、はい、まあ、それ見たらやりたくなるんじゃん。そうですね。あと、もう子供の時からいろんな海外とか連れてって、そういうダンスのイベントめっちゃ連れてってた。やってあげれることそれぐらいしかないなと思って。だいぶ行きましたから。アメリカも KOD とかも行ったし、オーストラリア連れて行ってたんや。めちゃくちゃ行ってます。カナダウルトラ英才教育だけど、まあダンスをやるかどうかは分かんないですけど、外人には全くビビリはないですね。物おじしない。ダンスやって言ったら別にやらんでもいいって感じ。本人が本気でやりたいんやったらやったらいいと思いますけど、うんうん、まあ別にやらんでもいいなって思うし、今好きなのは絵描くのとフィギュアをずっといじってるんですよ。ポーズをフィギュアにポーズをつけさすのが好きで、ダンスもロボットが好き、うん、クリエイトするのがすごく好きみたいで、ダンスは、ね、そうです、好きやけど、うん、絵描いてる時の集中力みたいなのを見てたら、僕がダンスやってる時の集中力とすごい似てるんですよ。だから多分この子、うん、そっち行くんちゃうかなって思って、ダンスはやらんような気がします。まあでもそれもね、はい、その人の人生からね。そうですね、うん、もう息子が選んでくれたら全力で応援するっていうぐらいで、うんうんうん、なるほど。吉江の時の会でそれ見たわ。昔の吉江さんの方が好きだよって言ったって吉江ちゃんが言われて、そっから踊り方変えたって言ってたけど、ある時、うん、ある人が大阪のポップですごい、うん、アッキーっていう、うんうんうん、方が東京に遊びに来た時に、うん、クラブで私がショータイムした後に、うんうん、なんか吉江さん前の踊りの方が好きです。その時どういう感じだったの？そもそもの吉江ちゃんとの関係性も含め。そもそもは僕、まあ今からもうね、ダンス界ではおっさんになってますけど、うん、吉江さんって僕始めた時からもうスーパースターの位置におったんで、うん、正直すごく好きやったんですよ、うん、ダンスいつも見てて、うん、あの時多分ジャステブーとかで僕、横井くんとヒロくんと吉江さんと一緒に回ってる時とかで、ちょっと仲良くなる時期があって、うん、その時に僕から見たら昔の吉江さん良かったなってずっと思ってて、東京行った時に酒めちゃくちゃ飲んで、僕テキーラ多分、あ、アッキーが飲んで、はい、吉江さんも飲んでましたけど、うん、なんかイベントでみんなもうわーなってて、テキーラ祭りあってなってる時に、もうここやと振ってもう嫌われてもいいからちょっと言うたろうと。なるほど。もう全然それまでそんなこと喋るような間柄じゃなかったんですよ。おはようございますぐらいの感じなんですけ ど大先輩に、吉江さんちょっとはわかんでみたいな踊りぐちゃぐちゃや、東京来てから特におかしなってんちゃうみたいな話をして、その時はもう酔っ払ってるからあんまり覚えてないですけど、次の日起きたら、うわやってもうた言い過ぎ、めちゃくちゃ言うてもうたってめっちゃ怒ってるかもしれんって思ったっすけど、後からたまに吉江さんに会ったら、僕にあの時アキがこうやって言ったからっていう風に、ほんまどう思ってるか知らないですけど、吉江ちゃんも実際、うん、自分でもそう感じてたから、あ、言ってましたね、そこで言ってもらえたから、あ、私こう言ってたけど戻さなあかんわってなったよな、うん、そっからって言われるじゃないですけど、レキンと一緒に公演出たり、まあ未だに舞台だったりするじゃないですか、うん、めちゃくちゃやばいですもんね、うん、そっからバトル出たりとかね、あの吉江さんバトル出てるやんとか、そうやね、
バトラーとして世界的に有名になった最初の日本人やと思うね、はい、そのきっかけっていうのは何なんですか？そうですね、 B-Boy サミットで優勝できたことで本当に自分の人生が全部変わりました。自分でも神がかってるなっていうぐらい、何やっても何でも出てくるんですよ。もう完全に、うん、今回の中国じゃないですけど、うん、もう自分の世界観、周りがそれに引き込まれてるような状態、うん、あれで優勝できて、それ相手は誰やった？それはサリー・スライという、はい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 、フランスの、はい、うん、めちゃくちゃうまかったんですよ、うん、技術で言ったら僕より何倍もうまいなと思ってたんですけど、うん、もうその時もうノリノリになってるから、うん、もう別に関係ないわ、止められへん、自分でも止められへん、自分はただ踊るだけで、出るわ出るわ、おもろいぐらい出るわ、はい、出てくるから、ここから全部変わりましたね、人生が。それは自分的にも変わったし、周りからの見方も全然変わった、はい、変わりました、うん、それから海外にワークショップとか行くようになって、うん、元に戻ると僕はウエックン好きっていう話したじゃないですか、うんうん、98年でしたかね、 UK で優勝した時にウエックンポップでバシバシ行ってて、うん、スパルタニックが優勝した時 の、 あのウエックンの働きみたいな、うん、ポッパーってこんなにいけるんやみたいな、うん、僕の中で最初のチャンピオンはウエックン、僕はそれも見てウエックン憧れて育てたから、うん、サミット行く時に、うん、まあ、優勝できたらいいなと思ってやってたんですよ、うん、でそこから海外に行くようになって、2004年ぐらいにドイツに行った時に、うん、今でも覚えてるのがストームが僕のワークショップ受けに来たんですよ、はいはい、うわストームやと思って、うん、ポップやってんのは知ってましたけど、うん、なんで俺のワークショップ来てんねやろみたいな、お前めちゃくちゃすごい B ボーイやそうですっていう認識ないな、そうですそうです、その時もう伝説の B ボーイじゃないですか、アッキーあの B ボーイサミットのこの時の動きはこうやったやろとか、そんななんかめちゃくちゃポップの話してくれて、うん、お前のこういうところがいいねとか、うん、客観的にすごい言ってくれたんですよ、そのストームの言葉だったりとか、うん、他にもいろんな国にそれから行くんですけど、うん、サラにあったりマイクにあったり、うん、アメリカでもそうですけど、うん、行った時にみんなが お前のダンスなんなんみたいな、今までにないやんみたいな感じでリスペクトしてくれてるのが分かって、うん、そっから俺日本人やけど行けるかもしらんっていうふうに思ってでそこでバトルもっと頑張ろうっていうふうに思うようになりました、うん、それのきっかけがくれたのが B-Boy サミット、ほんまに元戻れば上に行く、上に行くのアッキーのスタイルってでもあんまりおらんよね、いわゆる他のアニメーションとかハードポップとかいっぱいおるけど、はい、アッキーのブガルスタイルっていうのはあんまりおらんよな。そうですね、うん、まあ、陽平くんまで戻るんですけど、うん、最初に上くんとかが好きで陽平くんだと練習してる時に、うん、まあ、ブガルもちょっとだけ腰回したりとかやってたんですよ、うん、僕はブガルよりもスライドが好きやったんですよ、バックスライドとかサイドスライドが好きで、めちゃくちゃそれ練習してて、その時ほんまに練習しすぎてもう爪割れて靴血まみれになるぐらいやってたんですよ、うん、そっからブガルやりだしたらもうやってるんですけど全部スライドみたいな、あれこれなんか俺違うなってずっと思ってて、うん、その時陽平くんがそれお前しかできんからそれでええんちゃう、うん、多分本人覚えてないと思いますけど、うん、言うてくれたんですよ、うん、そっからわーってしてるような体重移動の感じとブガルと、うん、ちょっとアニメーションっぽい感じとブガルの感じを両方どっちも好きやから混ぜて自分なりにやっていこうっていうふうに思ったのがほんまにその早い段階のきっかけで、そこは今もこの浮遊感っていうかっていうのとブガルみたいなのは大事にしてやってるから、多分みんなにはできないようなフレーバーになってるかもしれないです、うん、もうアッキーやもん、アッキースタイル将来の夢とか目標っていうのはあるの？もうベタですけど一番の目標は死ぬ前日ぐらいまで踊れてたら一番いいかなっていうのはリアルな目標ですね、はい、夢はいっぱいあるんですけど、うん、これはお金のことにもちょっとなるんですけど、原田さんが始めた頃からしたら僕もっと新しいですけど、やっぱりダンスってプロがやるようなもんやみたいなね印象が強くて、で今の時代やっと少し変わってきていいイメージもうついてきてるっていうのが、でもやっぱりまだ文化的には歴史が短いから、まあお金とかにもビジネスにもなかなかなりにくいじゃないですか。僕が子供の時にあの野球見てて、僕落合めっちゃ好きやったんですけど、引退間際に年俸1億みたいなのになってて、これぐらいプロ野球の
人に払えへんかったらもうこれからのプロ野球将来がないみたいな、うん、僕はその時に子供ながらに見ててこの人すごい人と違うなと思った、うん、もうそれが僕も自分がダンスしてこれからいろんな夢は自分自身は叶えてこれたし自分の現実が思い描いてた夢より現実の方がもういってしまってるぐらい豊かになってるから、うん、あとはお金が全てじゃないですけど、うんうん、自分が稼げることをこうもっと下の子にしてあげて、うん、自分が例えば年間1億ぐらい稼げるようになったら、うん、あダンスってそういう風になれるんやみたいな、うんうん、そんな社会的地位ももうちょっと違う意味でも上がるじゃないですか、うん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 、だから昔は諦めてたんですけど、うん、ここの都市に来て中国行って、うん、あまだ可能性それあるかもって思ったんですよ、うんうんうん、だから最後にできることはもちろんダンスは伝えてあげれるし、うん、いろんな目標とかはちっちゃい夢はいっぱいあるんですけど、うん、一番大きなところはダンサー自体の社会的な部分ももうちょっと自分が上に行くというよりは全体的に底上げできるように、うん、もうちょっと今まで考えてこんかった、うん、全く考えてこんかったお金のこととかも考えて、うんまあ、そういう意味も込めて中国にも行ったんですけど、はい、それを最後あと20年ぐらい現役では10年ぐらいかもしれないですけど、うん、踊ってる間にそういう風な形でも残してあげれたら、うん、僕みたいなこのおっさんのただバトルしてるやつがそんなに稼げんにやっていうような今はそのめちゃくちゃ大金稼いでなくてもレッスンとかいろんな振り付けとかそういうので、はい、まあ生きていくお金は稼いでるわけ、はいはい、まあまあある程度稼いでる人もおるわけでもそれがちゃんとそのプロ野球とかサッカーみたいに年俸としても出てきえへんから見えにくい部分もあるから、はい、それを見えやすいような形で提示してあげたらもっとダンスシーンにもうどんどん入ってくる効果が増えていくんじゃないかな、はい、そういう意味では D リーグとかは年俸公開はまだしてないけどやっぱりすごい夢があるシステムなんかなと思います、はい、僕はそれは思いますし多分時代的にもそうしていったらいいんちゃうかなと思いますし、うん、僕やっぱりそのあんま誰もやってへんとこ行くの好きやから、うんうん、だからそういうところをちょっと可能性見えたんで、うん、なんかやっていきつつ自分の家族のためでもありますけど、うん、シーンのためにもお金のこととかもこう稼げるようになったらなと思ってます、はい、期待してるわその頑張りますアッキーのその動きすごい期待こんな屋敷立ってるかもしれないブガル御殿が建ってるかもしれないなるほどそれは夢の一つですねありがとう、まあ、今日ほんまにいろいろいい話聞かせてもらって、はい、ありがとうございましたいや本当に想像の10倍100倍ぐらい返ってくる答えが深くてあますかよかった、うん、もう知らん話もいっぱいあったし、はいうん、実はもうちょっと下世話な話をいっぱい聞きたかったかもしれんけどなんかそっちの深い話の方がめちゃくちゃ面白かったからあすごい結果的に良かったなとありがとうございます、うん、よかったですありがとうありがとうございました、はいよろしくお願いしますオンラインサロンというのをやってましてここを見てください詳しくはこちらにあとは、自分の服のブランドを少し立ち上げました Life is a Dance 挑戦し続ける生涯というのをよろしくお願いいたします